浦和競馬、11レース、水奈良賞、1400です。能力偏差値ですが、S ランク1等、C ランク4等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますその他の競争条件も同時にプロットされていますので様々な適正分析が可能です例えば3走前の競争条件を見ていきます距離は紫色の丸です3走前は1500メートルとなります 一角角通過順位はオレンジ色の四角です。三走前は1番手となります。着順はピンク色です。三走前は1着となります。枠は緑色です。三走前は4枠となります。馬場状態はグレーです。三走前はやや重馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。三走前は今回と同じ裏和となります。馬対重変化は黒色です。 それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠10番、シーサーペントです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは S ランクとなります。金5層では、2層前、3層前、4層前、5層前に黄色線を上回っています。特に2層前は、黄色線を21、3層前は黄色線を14上回る優秀な指数をマークしています。 能力的には頭一つ抜けた存在で連帯確率は相当高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前はオレンジ色の着順が1着で紫の丸が1400。月はオレンジ色の着順が1着で14 1400。1 4は適距離です。展開面を見ていきます。 先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬は不在です先行タイプが5頭いますこの一角侵入予想図の状況からはスローペースが予測できます先行勢に展開の利がありそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます 指数がピークとなっているところを見ていくと、2。走前は花を切っての競馬です。1月は3番手からの競馬です。逃げ先行が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は7。9でトップです。上がり指数は40で4位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。スローペースはプラスになりそうで、展開面はプラス評価をしていいです。馬場状態を見ていきます。 ババ状態はグレーの丸で表されます。ババが渋ると指数を上げています。明日もババが渋ればプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。5枠5番。 バトルバーリライです能力偏差値は2位で偏差値ランクは c ランクとなります金5層では2層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1500 1500が敵距離ですが5層前の紫の丸 今回と同距離の1400では、低指数となっています。1400は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は41で8位です。上がり指数は35で8位です。上がり指数は評価できません。 させないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。レース感覚を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は17週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2走目の上積みを期待できます。レース感覚はプラス評価していいです。次の馬を解説していきますす暫定黒三角を打っています3枠3番ウィンドフレーバーバです。 能力偏差値は三位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金五層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、二番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと。一層前は紫の丸が千五百、二層前は紫の丸が千四百。千五百が敵距離ですが、千四百も守備範囲です。 展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は7番手からの競馬です2層前は8番手からの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は36で9位です上がり指数は36で5位です平凡な上がり指数で指せないリスクも若干ありますスローペースは大きなリスクになりそうで 展開面は若干のマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています4枠4番ビナサクセスです能力偏差値は4位で偏差値ランクは c ランクとなります金5層では4層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと、4層前は紫の丸が1500、1500が敵距離ですが、2層前の紫の丸、今回と同距離の1400では低指数となっています。1400は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は42で6位です。上がり指数は35で7位です。上がり指数は全く評価できません。させない高いリスクがあります。スローペースは大きなリスクになりそうで、展開面はマイナス評価した方がいいです。レース間隔を見ていきます。今回は13週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。 レース感覚はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。6枠6番、セルフメイドです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩をりますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 昨年の11月は、紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、昨年の11月は3番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は45で5位です。上がり指数は35で6位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。 スローペースも味方しそうで展開面は若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒の星を打っています6枠7番ルージュ・ブラゾンです能力偏差値は6位で偏差値ランクは D ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません能力的には上位馬には劣ります3着候補までで良いと思います距離適性を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が14004層前は紫の丸が18001400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は3番手からの競馬です4層前は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は41で7位です 上がり指数はは41ででで2位位す。先行力は全く評価できません。後位につけられない高い高リスクがあります。スローペースも味方しそうで展開面は若干のマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定白の星を打っています2枠2番 K.I. メビウスです能力偏差値は7位で偏差値ランクは D ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません 能力的ににはは上位場には劣りまままますすす着候補までで良いいと思います距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は紫の丸が17001700が適距離ですが3走前の紫の丸今回と同距離の1400ではまずまずの指数をマークしています1400も守備範囲です展開面を見ていきます 指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は18で11位です上がり指数は44でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうですスローペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のプラス評価していいです上的性を見ていきます 指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地浦和での出走です過去1年地方での出走がありません地方適性は不明です上適性はマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った10番の対戦成績は4番に対し2勝1敗と勝ち越しています10番の対戦成績は高評価できます 暫定丸を打った5番の対戦成績は3番に対し2勝0敗6番に対し1勝0敗と勝ち越しています5番の対戦成績は高評価できます暫定黒三角を打った3番の対戦成績は5番に対し0勝2敗6番に対し0勝1敗と負け越しています3番の対戦成績にはリスクがあります暫定白三角を打った4番の対戦成績は 有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません。暫定罰を打った6番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、10番、シーサーペントです。能力偏差値は、トップの S ランクです。距離と、展開と、枠順と、対戦成績を高評価しました。 対抗丸を打ったのは5番バトルバーリライです能力偏差値は2位の C ランクです距離と展開と枠順にリスクはありますレース感覚と対戦成績を高評価しました黒三角を打ったのは6番セルフメイドです能力偏差値は5位の C ランクです枠順にリスクはあります距離と展開を高評価しました白三角を打ったのは 3番ウインドフレーバーです。能力偏差値は3位の C ランクです。展開と枠順と対戦成績にリスクはあります。×を打ったのは7番ルージュブラゾンです。能力偏差値は6位の D ランクです。展開と枠順にリスクはありますが距離を高評価しました。以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました。 指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります是非指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです次に全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介しますそれではシンプルグラフへ切り替えますシンプルグラフは 表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断適性分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安でこの黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります下部にはコース情報を表しています上部にはレース間隔を表しています それではシンプルグラフにて評価上位場を解説していきます。二重丸を打ったのは8枠10番、シーサーペントです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を10に下回っています。2層前は今回と同条件の浦和1400にて、黄色線を21上回っています。3層前は浦和1500にて、黄色線を14上回っています。4層前は浦和1500にて,線て、 黄色線を8上回っています。5層前は裏は1500にて、黄色線を5上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。丸を打ったのは、5枠5番、バトルバーリライです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を2下回っています。2層前は裏は1500にて、黄色線を5上回っています。3層前は14下回っています。4層前は16下回っています。 5層前は9下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは3枠3番。ウィンドフレーバーです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を1下回っています。2層前は5下回っています。3層前は8下回っています。4層前は17下回っています。5層前は13下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは 4枠4番ビナサクセスです過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を17下回っています。2層前は5下回っています。4層前は浦和1500にて黄色線を8上回っています。5層前は3下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは6枠6番セルフメイドです。過去5層の指数を見ていきます。 1走前は黄色線を1下回っています。2走前は12下回っています。3走前は20下回っています。4走前は18下回っています。5走前は11下回っています。以上、偏差値上位馬をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、一覧性を高めております。 全レースの PDF の入手先はこの動画の注釈にリンクがありますのでぜひご利用ください。最後にノートにて公開しております。全女全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますのでぜひご利用ください。このシートは過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。 次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各場の一覧です。過去1年の出走履歴と指数をプロットしているフルバージョンの指数グラフとなります。次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。 適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適性について表示しております。下部の表は展開分析のデータとなる各馬の先行力とその順位各馬の上がり指数とその順位となります。右隣は一角通過予想図となります。次のシートです。このシートは推奨レースの動画紹介しております。全レースの本命馬について勝利確率。 推奨ランク適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しておりますこの推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか